スプーン曲げは金属製のスプーンを撫でたり息を吹きかけたり空中に投げ上げただけでサジの首の部分がぐにゃぐにゃに曲がってしまうというパフォーマンス。いわゆる科学マジックの一種である超能力とみなされることも少なくない。スプーン曲げを実演する記述し外バブリ金属を曲げるメタルベンディングという分野の一つでマジックとして演じられる場合もあれば超能力で あるとして演じられることもある。単に曲げる他にも、ねじ切ったり器具を使ったかのように断面を美しく切断するなどのパターンもある。1972年の、いわゆるオカルトブームの中心にもなった。ユダヤ人のユリゲラーが、テレビのワイドショーで実演。これにより、超能力という言葉が流行語になった。1974年には日本にも訪れ、 1974年3月7日、放送、木曜、スペシャルで実演し、大センセーションを巻き起こした。この番組によりたくさんの少年少女が超能力に目覚めたとされ、スプーン曲げのパフォーマンスがマスコミに取り上げられる。彼らは、ゲラリーにと呼ばれた。しかし、週刊朝日1974年5月24日半に、 スプーンを床へ押し付け曲げている写真が掲載されたり、また、後年1984年2月3日、放送、金曜ファミリーワイドでスプーンをテーブルに押し付けて曲げている映像が撮られたりするなど、ギャラリーにの世間的評価は、否定的傾向が見られ、かんばしくない。ユリゲラーについても、床などの硬いものに押し付けて、スプーンを曲げるという手法であったことが指摘されている。なお、 ユリゲラーや一部ゲラリーには、スプーン曲げの能力は宇宙人からのチャネリングにより手に入れたものだと主張している。ありがとうございます。